パリッと焼けていったでしょ。すぐね、あんかけみたいになるんですよ。肉なしなんだけど、えってぐらいうまいんですよ、これ。どうも、球場人さん、きょんです。はい、ということでですね、今回はですね、私が送るですね、超実質用レシピシリーズ。至高のレシピもね、ものすごいいいんですけど、至高のレシピっていうのは、結構美味しさを求めてしまってるので、ものすごくですね、実用的ではあるんですけど、こだわりちょっと入っちゃってるんですよね。今回はね、こだわりないです。ただただ安く美味しいものが食べたい。そんな欲求に応えたレシピでございます。厚揚げの鬼コスパに、タンパク質はもう厚揚げに全部頼って、野菜は全部もやしに頼るっていう潔いレシピでございます。一食作れば二人分食べられるんですよ。なんと、一人前60円くらい食えます。今回はですね、給与日前にお助けレシピ、厚揚げの鬼コスパに作っていきたいと思います。リュウジのバズレシピ。はい、材料ですけど、まあ、厚揚げです。絹厚揚げ使ってるんですけども、別に昔ながらの、ね、厚揚げでも全然平気です。そしてもやしが1袋 200g。 はい、あと生姜ね、なければないでもいいんですけども、あったらうまいです。あったらうまいね。なければまあ中部の生姜でも入れていただきたいかな。 5g。 あとは調味料概要欄に書いてありますので、そちらちっちゃいけど、今回、給料日前に食べたいコスパにっていうことですね。リュウジ、給料日前何飲んでたんじゃいと気になるじゃないですか。リュウジが給料日前に飲んでたお酒を紹介したいと思います。これ、水ですね。アルチューマシーン2号、別名、狂月です。いただきます。狂月の水割りですね。氷なし。まあ、虚無焼酎っていう。節約はね、いろいろありますけどね、節約は。これからね、節約もね、余儀なくされていく時代になっていくような気がしますんで、僕、昔どうやって節約してたかな。食べないイコール、体にを作る上で、必要な栄養素を確保できないっていうことなんで、結局、体をおかしくして、医療費がかかるっていうところまでは、身をもって体験しましたね。栄養はちゃんとしっかりとりましょう。いくら私のペペロンチーノが美味しいと言っても、ペペロンチーノばっかり食ってたら炭水化物しか取れませんので、炭水化物脂質しか取れませんので、体がボロボロになっていきますよ皆さんね。いくら僕の虚無シリーズが美味しいからといってね、作りやすいから安いからといってそればっかり食べてたら、やっぱりあの体壊しちゃいますからね。そんなことはね、毎回毎回バカみたいなお酒を飲んでる自分に言えっていう話なんですよ。厚揚げはね、僕絹厚揚げ使ってるんですけども、こんな感じでね、スライスしていきます。7等分、ね、6等分か7等分ぐらいね。生姜も千切りにしてあります。はい、そしたらもう切るのはもうこれで OK。 はい、じゃあやっていきましょう。まあ、まずフライパン温めます。実はこれ割とヘルシーです。減量しようかなっていう方にも非常におすすめできますんで、そこら辺にもご注目してください。ごま油小さじ2杯入れます。ここ温めるとともに油揚げね、焼いていくんですよ。厚揚げだった。厚揚げなんですけど、このままね、煮てもいいんですけども、焼いた香ばしさが欲しいんですね。これをね、まずごま油でいって香ばしさつけていきます。厚揚げって油抜きしなくていいんですかっていう方もいらっしゃるんですけど、しなくても僕はいいと思ってます。あんまりにもカロリー気にする方だったら油抜きしてもいいんですけども、これを湯通しして落ちる油だってたかが知れてるんで。はい、こうやってね。はい、でちょっとね、いい色がついてくるんですよ。でもちょっと炒めて、でそのまま煮るとね、結構雑な煮物になっちゃうんですけども、ちょっとね、焦げ目ついたらうまいっすよこれ。ほら見て見て、ほらパリッと焼けていったでしょ。ほらストレッチパワー。パリッと焼けてきたら、ここで生姜を投入します。いい焼き目が、あーいい焼き目、あーいい焼き目ついてきました。弱火ぐらいで炒める。でここにお醤油小さじ2杯、ね、香り付けた味付けですね。ポップバリューの赤いやつ使ってるんですけど、なんか最近なくなっちゃったらしいんで、新しい美味しいのを探してみます。はい、小さじ3分の2ぐらい。黒胡椒ね。はい、で片栗粉小さじ2杯。お砂糖です、小さじ半分。ちょっと甘みつけた方がね、あんかけはいいです。もやし投入でバーッ。もやしもあのがっつり炒めるんじゃなくて、
さっと火を通す感じですね。あとで一緒にね、あんと一緒に煮ていきます。さっき、混ぜといたさっきの調味液、ここでよーく混ぜたこのさっきの中華液入れます。はい、じゃあ混ぜる。そしたらすぐね、あんかけみたいになるんですよ。これ煮ていくとあんが絡まってって、はい、これがねいいんですよ。でもやしっていうのはすぐ火が通りますから、これぐらいね、これぐらいね、さっきあのもやし入れてそんな炒めてなかったのに、これぐらいでもういいんです。もうとろみつきましたね。もやしと厚揚げのあんかけになってますね。はい、そうしましたら器に持っていきますよ。熱い、フライパンが結構熱かったのでもう大丈夫です。入れてみましょうか。ほら、あんがね、こうもやしとね、もやしに一体感をもたらしてくれるんですよ。これなんだす、肉なしなんだけど、えっていうぐらいうまいんですよこれ。あー、いいですね。ちょっと見栄えも気にしつつ、お年頃なので見た目気にしましょう。ラーの油ね、ラーの油を、これお好みです。お好みなんですけども、僕はかけた方が好きかな。はい、あったね。いただきます。あ、香りめっちゃいい。うまい。厚揚げをちゃんと炒めてるから香ばしさが立ってるし、あんがね、めちゃくちゃ中華屋さんのあんなんだよね。すっごく食べ応えがいい。このままご飯に乗っければめちゃめちゃ激安の中華丼になるから、これもおすすめですね。めっちゃ美味しい。これこのボリューム、一人では食い切れないし、全然二人とか3人で食べられちゃいますよ。でも100円以上だ。もやしにも味が絡む片栗粉のおかげだね。コストパフォーマンスが良くて、なおかつ美味しい。いってみようかな。お酢中華系だからちょろっといいかなっていう。合う。かなりあっさりしてきますね。感覚としてはね、中華丼にお酢をかける感じ。つまみとしてはこっちが好きな感じの人もいるんじゃないかな。給料日前の人、熱っ熱っ熱っ。今日もラストで。テスラはどれ、どんな貧乏暮らしとか。金がなすぎて1週間くらい物食わなかったことはある。24歳くらいの時かな。結構いってんじゃん。結構いってん。俺19ぐらいの時、上京、横浜来てニートしてる時にその状況。いただきます。はい、うーん、あ、ちょうどいい味だね。本当にこれめちゃくちゃ好きだ。全然メインだこれ。全然メインでしょ。うわ、でもまあ給料日前シリーズとかいいのかな。給料日前シリーズがいいと思った方はもう給料日前シリーズやってくれっていうのにちゃんとコメント書いていただいて、厚揚げのコスパに給料日前に安くてお腹たまるやってください。天君が適度な糖質もある。いや、これは、まあ、でもバズらない。まあ、バズんないね。バズんない。ちょ、コスパ。なんか、虚無とか書けば、最近虚無が人気すぎて、ちょっと若干やる気がなくなってる。若干、こっちの俺がやる気なくなってるっていう。まあさ、ね、サムネ作りも非常に楽になってる。なんであっちが人気出んだよ。こんなに頑張ってるのに。まあ、じゃあ、虚無釣りする。虚無すぎする。虚無って書いてあって俺が出てくる。そうあ、なんかクレーム入りそう。虚無って書いてあったから見たのって。なんだ、俺が隅っこに追いやられていく。あの素の寝起きの俺がフィーチャーする。寝起きのね。